もちろんです。おや、どうしたの？何か遠くから聞こえてきませんか？本当だ。この勇ましい足音は、呂布様！一円、ちょっとこっちに来なさい！この台本は何？まあ、私の恋文を読んでくださったのですね。恋文っていうのは台本の余白に書くものじゃないでしょ。これじゃあただのタチの悪いいたずらよ。タチの悪いだなんてそんな。愛する呂布様のためあえて鉛筆でしたためたのですよ。お邪魔であれば消しゴムでお消しになって。挑戦の演技でごまかす魂胆ね。というか消せば済む問題じゃないでしょ。消せるか否かは問題ではございません。消せば私からの思いを無下にすることになる。それが問題だとおっしゃりたいのでしょ。一言も言ってないから。ああ、愛を示していただけて嬉しゅうございます。いたずらを容認するのが愛なわけないでしょ。ほら、自分で消しなさい。なんてこと。私は呂布様に愛されていないのですね。こんなに辛いことがあるでしょうか。もう蜃気楼のように消えてしまいたい。さよなら。こいつは、かつてのお前の思いは捨てないよ。それを否定するのは今のお前でも。こら、私たちに紛れて逃げるんじゃない。待ちなさい、一円。呂布様、早く私を捕まえてみせて。さすがは一恵さんです。貴様の力では何も変わらない。何もな。誕生日おめでとう、一恵。今日は私も寮に泊まらせてもらうわ。せっかくだし、人を怖がらせる演技も磨くわよ。みんな今日はありがとう。この後も夜が更けるまでホラー映画鑑賞会なんだよね。よし、楽しむぞ。抖音。